アル中で私たち兄弟に暴力を振るっていた父に復讐した話。暴力の中には性的なものもあった。兄と私はなんとか普通に暮らせているものの、末の妹は PTSD になり成人した今でも苦しんで精神科に通院している。兄弟全員男性を嫌悪するようにもなって、妹に至っては男性が隣に座っただけで吐くほど。両親の離婚をきっかけに縁を切って、周年父が癌で苦しんだ後に死んだ。当然誰も見舞いに行かなかった。ここからが復讐。あいつが死んだらおしゃれをしてパーティーしようねと妹が冗談で言った言葉を実行した。葬儀の場に遅れて現れた私たち。葬儀場に着くと同時にクラッカーを思い切り鳴らす。兄はどこで買ったのか紫のベルベットのジャケットの胸ポケットにバラの花を刺し、私は同じく紫のサテンのパーティードレスを着用。妹のドレスは私たちが念入りに選んだ真っ赤でスカートの膨らんだもの。制止を力ずくで振り切り、持参したラジカセで大音量で音楽を鳴らし、それに合わせて拡声器で歌う妹。歌の終わりとともにシャンパンを開けて缶に思い切りぶちまけた。マイクに向かって全力疾走した妹が、お父さん、私たちに一生の苦しみを与えてくれてありがとう。お嫁に行けない体になりました。タンスの中に児童ポルノの雑誌がたくさんあるのを知ってるよ。あれどうするのかな。地獄で大好きな児童ポルノでも見てしこっとけ、クソ野郎。と演説。そして、ざわつく場内を大声で笑いながら私たちは去った。これで外面の良かった父の名誉は地に落ちたはず。私たちは親戚に気違い扱いされたけど、そんなことはどうでもよくなるくらいすっきりした。葬儀が終わると個室の居酒屋で乾杯。祭りの後のような高揚感が収まると、妹は勝手に死ぬなんて許せなかった、この手で本当は殺したかったとつぶやいた。私たちは抱き合って号泣した。絵が大好きな妹は努力の末美大に入学。絵を描くことがはけ口になったのか、男性嫌悪が収まりつつある。妹に彼氏ができたので記念書き子。親戚から見たら、ああ、あの親にしてこの子ありかって見られるんだろうな。死んだ人間のせいで生きてる自分が損する道を自分で選んじゃってるよ。もっと自分の人生を大事に扱いなよ。ご愁傷様でした。悪い説教禁止だったな。GJ。